スミッカソフト。妹ちゃんなら部屋にいるんじゃないかな。一人になりたいみたいだったから、何かあったら生物室に来てねーと地図を渡して放置中さ。なんの、一応男子は女子寮には入っちゃダメってことになってるんだからしょうがないよ。それに後からきっちりお礼してもらうつもりだし。そうだね、裸で皇帝百周とかどう？私の前で小さいは金庫だよ。大きな女の子の発想しちゃうんだから、全裸で県内1万周でどう？気づいたよ。裸っていうより全裸とかすっぽんぽんの方がただならぬ感じがするよね。しんくんがすっぽんぽん、しびれる言葉だね。すっぽんぽん学園祭、すっぽんぽん空手、すっぽんぽん町内会、なんかこう全裸から出るいやらしさがなくて渋いよ。やはりシンくんにもすっぽんぽんを期待したい、生物部部長として。ん？だってほら、生き物って基本すっぽんぽんじゃない？君は意地悪なんだから、もうどんなすっぽんぽんにするかちゃんと考えておくから覚悟しておいてよ。もう背が低いからって私をバカにしてるな。他のことではされてる？ぐー、だったら名誉回復のために生物部部長っぽいことを言っちゃおうかな。妹ちゃんとは幼い頃一緒に暮らしてないんじゃない？聞いてないよ。どうだ、これが生物部部長の実力なのさ。ウエスターマーク効果って知ってるかい？